皆さんこんばんは。いや、久しぶりだな。動画を撮るのは久しぶり。動画というか、この状況の、このエリアで撮影をするのは久しぶりっていうやつですよね。2023年の1月15日の今夜の9時35分ぐらいなんですよ。で、今まで何をやってたんですかって言ったら、まあ、すごく近々の話で言うと、NHK 大河を見ていました。NHK 大河、今やってるのは、どうする松潤、ま、ま、どうする松潤さん。現状どうする松潤さんですよね。途中でメインキャラクターの俳優が変わるかどうかちょっと私は知らないので、現状で言うと、どうする松潤さん、っていうことでしょうね。を見てたんだけど、初回の第1回を見忘れてるんですよ。なんでかっていうと、大体、ご飯を食べた後、日本古来から伝わる、神獣ですよね。神の獣と書かれる神獣の四つ足の中に体の首から下までを全部突っ込んでたら、だいたい起き上がるのが夜の10時とか11時なんですよ。で、正月の頃だから特にアルコールの摂取量が多かったので、そういう四つ足の中に入っとると、だいたい次の日なんです。よかったな、風邪ひかなくてっていう話ですよね。神獣が全然守ってくれないんですよね。風邪ひいちゃったりするからね。まあ、どうでもいい話でした。それで、まあ、そういう、どうする、松潤さんっていうのを見てたんだけど、徳川家康って、金色の鎧着てるんだって思って見てたんですよ。いや、見てたというか、NHK 大河が延々あれだから、もう新しいやつに切り替わるというあたりから世間にすっごい映像が出てくるんですよね。映像っていうか、チラシとかポップみたいなやつが、まあ、今は情報戦略でやってるから、もう何ちゅうんですか、情報をもう垂れ流すかのようにバン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 流しまくって、もう、松潤さんの、こうキャラクターが書いてあるポスターがもうそこら中に貼ってあるんですよ。で、もうチャンネルをこう、まあ、昔はこれなんだけど、こうポッポポポって押しても、どの、チャンネルを押しても、どうする松潤さんって書いてあるんですよ。もう何がしかどっかに「どうする松潤さん」っていうの出てきてるから、そういう情報戦略で、もうプロパガンダでやっているから、メディアという何て言うんですか、情報の海の中で生き抜いていくにはどうするべきかというやつで、みんなもう何て言うんですか、あれですよね、プロパガンダ戦略と言うてる。例の広告とかあれですよね、情報操作ですよね。それによって、もう徳川家康イコール松潤であるというもうポップを作り上げてるんですよ。もうかの NHK がそういうふうにやってるから、もう周りの追随する民放とかも「どうする松潤さん」ってみんなやってるんですよ。もうそれの影響か、もう日本国内の情報戦略の機関となる、地上波というようなイメージのものが、まあ、イメージのものが、もうみんなその、どうする松潤さんの冒険になっちゃってるんですよね。で、そこら中に松潤さんのイメージがボーンボーンって出てくるんですよ。っていうような、そのキーとなる、NHK 大河を見てたんですよ。第2話目から。だから最初見て意味が分かんないんですよね。なんか意味がわからないんだけど、とりあえず分かったのは、松潤さんは金色の鎧を着ている。だから、
情報戦略のプロパガンダでやっているから、人によっては徳川家康という意味合いで見てるし、もう一人の人たちは集団というか群衆の、いろいろ種類があるんですよ。歴史物好きの人はだから徳川家康という、思考回路で見るんですよ。で、ある部分の集団はジャニーズの松潤さんで見ているから、だからもう松潤さんの、ジャニーズの松潤さんのファンの目線で見ている集団と、ジャニーズの松潤さん以外のファンの目線で見ている人がいるわけですよ。だからもうジャニーズのファンという部分だけでまず単純に言うと2種類あるから、で、あなたはそのジャニーズの松潤さんというのが主役の家康だと思われるのでやっているんだけど、どちらの立場で見るんでしょうかという話ですよね。それでどうするんだ松潤さんっていう感じなんですよ。で、そういう人がいるんだろうなと思いつつ、私はどういう目で見ているかというと、2話目から見てるからもう半ばあれなんですよね。ライトな感覚で情報戦略に、脳みそを浸してしまってるから、非常に、なんて言うんですか、ライトな感覚で見ているもう戦になってるから、もう今で言うとウクライナみたいなイメージじゃないですか。もう情報戦略でやってる、最前線、バトルフィールドですよね、のウクライナのイメージなんですよ。もうそういう状況にある、三河国あたりですか、あれは。もう、三河国イコールウクライナみたいになってるから、あの時代の。どうする松潤さんちのポンってそこに乗って、そこがウクライナみたいになってるんですよね。そういう情報戦略で、もう仲間に対して松潤さんも俺はここで腹を切ってお前たちを助けますよ、ここで腹を切るからってすごい言ってるんですよ。ここで俺は腹を切るって言ったら、もう 部下みたいな人がじゃあ腹切ってくれよって言ってるんですよ。で、それでもう切ろうとして、もう早く切れよって言ってるんですよ、部下が。もう、前は部下思いで早く腹切ってくれって言ってるところで、俺は切るぞ、切ってやるからなって松潤さんが言ってるんですよね。で、それいざじゃあもう切るぞって言ったら、もう裏の方でちょっと待ってくださいって、その他の家来が言ってるんですよ。っていうのを見てたんですよ。で、まあ要するに夕飯の時に、ちょっと何て言うんですか、お酒を飲んでしまったからすっごい気分よくて寝ちゃったら、もう NHK 大河というプロパガンダ戦略の、なんだろうね、10分ぐらい前に起きたから、10分ぐらい前に起きたから、どうする松潤さん、というプロパガンダ情報戦略、作品を見てしまったという話なんだけど、それをの10分ぐらい前に起きる、時に、なんでそこまでのところまで寝てるんだお前はという話ですよね。それがなければどうする松潤さんなんてあんた見なかったんじゃないのっていうふうに、思われるといけないから、一応宣伝しておくんだけどもこういうのを飲んでたんですよ。だからこういうのを飲んでいるから寝てしまうんですよね。というので第1話目は、どうする松潤さんっていうのを、見るために私はこんなのを飲んだんじゃないんだけど、なぜかご飯の時にこれを飲んだらどうする松潤さんの10分前まで寝てしまったという酒の紹介をする前の紹介の、プロパガンダ戦略の話の第1話でした。